まあ、ここスタートね、S 取りなんですけども、まあ、中川選手出るのかなと思ったんですけども、やはりね、前行きは多少不利になるのかなというところで、周りの出方を見ながら、まあ、いつも通り前受けっていう感じの、まあ、決してね、自分から前行きたいなっていうような S 取りではなかったんですけどもね、感じとして、その後ろにやはり柴崎選手が入り、まだ隊列は整ってませんけども、まあ、1番、6番って並んでいくわけですけどもね。1、まだ1296ですよね。これまだ7に並んでないんですけども、この辺り新井選手が上がっていって、前受けの1番の中川選手の番手に入り、そして3番手に柴崎選手、その後ろに9番の湿地選手、中ブラインが並んで、そしてその後ろにですね、3番、5番、8番の渡辺選手が入りましたよね。渡辺選手、内藤選手という並びになりまして、大塚選手、まあ、後ろにね、なったラインの4番の、ね、佐藤選手なんですけどもね、これ、まあ、射番的にね、1番と2番の柴崎選手と中川選手がいたので、まあ、この2人が前に行くと、やっぱり4番の佐藤選手は前受けできなかったので、まあ、後ろからのレースになりましたけどもね、まあ、最後方8番手に回っているので、まあ、佐藤選手がまず動いてっていうのが、まあ、レースのシナリオ通りというか、まあ、どのタイミングで抑えに行くのかなっていう感じだったんですけども、これもこの辺り赤番前から動くんですけども、後方4番、7番、まあ、似たようなレースですよね。先ほどの1レースもそうなんですけども、誰かが切って3番、5番、8番が先行すると読んで、ここの4番手を取りたいなっていうレース運びの駆け引きなんですけど、この辺りが、まあ、残り2周になりまして、4番の佐藤選手がね、前まで抑えに行くわけですけども、ここで1番の中川選手を抑え、柴崎選手も、まあ、中川選手より前にいたいなというところで抑えに行こうと思ったんですけども、ちょうど真ん中3度になったので、一度1回下げて、で中川選手が4番の佐藤選手に抑えられて、どこまで下げるかなというところで3番ってキープですよね。そこで多少過ぎに3番、5番、8番の渡辺選手が出て、まあ、佐藤選手にしてみれば理想通りここで4番手キープっていうレースだったんですけども、まあ、好調ね、柴崎選手がね、後方8番手になったので、ホームからの仕掛けですからね、この辺り調子はいいなと思ったんですけども、ここでね、5番の内藤選手、やっぱ地元なんでね、気合入ったんで、湿地選手がここ分断されちゃったんですよね。ここのラインが離れたおかげで、1番、6番後方にいた中川選手、足使わずに一発まくりが決まって、まあ、驚いたのは、きっちり6番の新井選手が差し切ったっていうところですよね。